どうもどうもなっぴーです。先日届いたファンダフルディズニーの解放の表紙があまりにも可愛すぎたので、こんな風に100均のフレームに入れてみました。色を塗ってもよかったんですけれども、ちょっと面倒くさかったのでマスキングテープを貼りました。貼り合わせた継ぎ目が目立たないように、特にこの角なんか汚くなりがちなので、綺麗に貼る方法をご紹介します。れで完成です。角はこんな感じで綺麗に貼り合わせることができますので、是非やってみてください。今回もご視聴ありがとうございました。